大事件だ。ヒカキン TV Everyday。グンモンハロー YouTube。どうもヒカキンと世間です。タイトルにもある通り、うん、大事件です。分かってるよね。分かってる。まさかね、この兄弟が一つの動画で世界を変えちまうとはな。そうだな。セイキンから聞いて僕はその事実を知ったんですけど、うん、まあ本当にね、僕ら二人で撮った動画が世の中をね変えちまったんですよ。で、何かというと、はい、まあこれだわね、これ。そうだろうな。これですよ、これ。これですね。これ皆さんわかります？この名前は、せーのだよね。そうなんだよね。民族。そう、民族なんですよね。そう、そう、これ今ね、流行ってるハンドスピナーなんですけど、うん、2週間くらい前に、うん、僕とセイキン2人で、うん、ハンドスピナーどれが回るか選手権みたいな動画を出したんですよ。うん、これね。そうね。で、これが、2週間で400万再生ぐらい、うん、見ていただいて、すごい反響で、はい、なんかね、全国のゲーセンになんか顔貼られてんだよね。もう、もう指名手配のようにね、もう貼られてるから。指名手配なんだよ。そう。なんか目にさ、黒いあのさ、目に黒い線とか、最近はね、新しい全黒塗り。出てんだよ。ひどいよね、すごいよね、無断仕様だからね。全部無断仕様です。そう。まあ使ってもらえてるのはまあ嬉しいことなんですけど、ね、そう、嬉しいことなんだけど、本当は一本もらわなきゃいけないね。本当はね、まあ、まあそれはいいとして、それくらい大きい反響があったんですよ。まあそうだね。あのね、最近どんどんツイッターに来るんだけど、うん、新しいの増えてんだよ、そういう黒いタイプとか。あ、まあ、あれでしょ、ここで顔使われてますよってやつでしょ。そうそう、僕も毎日来ます。で、この動画の中の主役が、まあこれだったわけですよ。そうね。このハンドスピナーが一番回ったんですよ。うん、十何個あった中で。うん、で、僕らは、名前つけてたんですよね。そう、公式の名前がよくわかんないから、それぞれね、いっぱいあって名前が全部違うからよくわかんなくて。そう、特になんか、一個一個なんか大して名前ないよね。多分ないと思う。うん、そう。で、なんかこう、ふざけてね。うん、じゃあ次どれで行くって言って、セイキンがこれ選んだんだよね。そうそう、これね、最初から回るだろうなって思って選んだんですよ、僕。そうそう。で、その時に、うん、これなんて名前って無茶ぶりで言って、うん、その場でセイキンが名付けた名前が、民族という名前ですね。そう。で、なんとね、うん、その動画でこれを民族って名付けたことにより、うん、なんとなんとアマゾンで売られてる、これの名前、民族になったんだよ。大事件だよ、これ。いいよ、ですよね。大事件。世界変えちまったよ。宇宙変えちまったよ。いや、びっくりしたよ、ほんとに。ね。うん。なんで知ったの、それ。それね、僕にツイッターで、リプライっていうの、うんうん、送っていただいて、セイキンさん、アマゾンで、民族って名前になってますよ。なってよ。マジかよと思って検索したら本当になってんだよ。そう。ちなみに証拠写真がこちら。いろんななんかこう単語が入ってるんですよね。ね。タグみたいにいろいろ入ってるね。そう。正規品、ハンドスピナー、指スピナー、なんちゃらなんちゃらで、よーく見ていくと、一番最後の方に、民族。これ絶対僕らが民族って言う前には入ってなかったと思うんだよね。入ってなかったよ。入ってるわけないもんね。入ってるわけない。意味不明だもん。だって超適当に民族ってつけたから、民族っぽいからとか言って。民族耐えてるしーってやつ。まあ多分ね、これ正確に多分考えると、ね、民族って検索した人が多分多いから。そうだね。それでね、分かってもらうために、うん、そうだね、見つけてもらうために多分この売ってる人がやったと思うんですけど。そうだね、検索ワードになってるんだろうね。まあそうだね。でもまあ、うん、まあ遠回しにこれはもう民族になったっていうことでもおかしくはないな。そういうことだと思うよ。そう、で、これだけじゃないんだよ、他にも。そう、これまた別のところで出してる。ちょっとだけ違うんだよね、民族も。あ、民族、実はいろんな民族あんだよね。偽民族みたいなのもあんのね。どれが本物。これが、これが公式だから。でもそれもわかんないんだけど、これはなんかエビウスって書いてあるしさ、確かに、ちょっと色が違うのかな。そう、ね、ここの民族の色が。そう、そうだね。ちょっとね、これ一応間違えてみんなが買わないようにこれ見せますけど、これ僕らの民族は、うん、外側から赤、緑、青だからね、この民族。
これが一応我々が名付けた民族。そうで、この中心部分にそう、これ英語のロゴとか一切ないのこれ。で、あとね、ヒカキンさん民族僕も買いましたよってツイッターで来るんだけど、あのね、なんかこのさ、なんつうの、この腕の部分っていうか細い部分あんじゃん、これがすっごい短い民族とかあんの。あちょっとなんか太くてどんくさい民族みたいな。あこれ長いんだよ、結構スリムなの。スリム民族、スリム民族が僕らの民族、僕らの民族そう、だからもしかしたら違う民族はよく回んないかもしれないってことでしょ。そう、どんくさいやつこれすっげえ回んだけど。そうだよね。そう、まあどれが本物かは分かんないですよ。分かんない、うん。ちなみに僕が買った民族のページはまだ売ってんのかな。結構 Amazon ってさ、すぐページ変わったりするんじゃん。変わったり売り切れたりして分かんないから、ね、そう、取り扱いしませんとかさ、うん、ちょっと見てみよう、注文履歴、うん、まあ瞬時に売り切れたかもしれないしね。そう、うん、僕が買った民族のページは売り切れてる。あ、でもねこれおかしい、あの僕が買った民族のページの民族っていっぱい言うな。民族のページ公式民族、僕が買った、うん、完全僕が買った民族は写真違うわ。ダメじゃん、もうだから違うの届いてるこれでも回ってる、偽民族じゃねえかよ。僕が買ったページだと緑の部分が黄色の民族になってんのね。ほんとだ。で、かつロゴが入ってんの。やべ、なんかこっちの方が本物っぽいぞ。これも偽物届いてる。偽民族、偽民族が実は最強。わかんねえやもうでもロゴ入ってた方がなんか公式っぽいもんね、うん、なんとなくね。そうだね。これ臭いよね、ほら、あれロゴが入ってる。わからない民族ということはもう民族は手に入らないかもしれない本物のこの民族は。なんか結局ね、なんか本物の民族探しみたいな動画になってますけど、うん、僕らが言いたかったのは、うん、まあ民族名付けの親がこの男ってことですこれ偉大ですよ。偉大でしょ。これだって多分日本じゃなくて世界中で売られてるからね。そうね。もしかしたらね、もしかしたら今地球の裏側のね、ブラジルとかでああ民族って言ってるかそうかもしれない。ブラジル人の人がおージャパニーズ民族ハンドスペイン、ね、そう、日本行って買ってきたんで、これはなんか日本の YouTuber が民族って言う、民族って言うらしいよっつってそれないかそれないかまあでもね、日本でも民族ってもしかしたら広まってるかもしれないから。そうかもしれない。そう、うん、YouTube ってすごい、すごい ね、 ね。あとね、あのゲーセンでこの顔見たら110番みたいな、あの目隠されてるハンドスピナーって使われてたらぜひツイッターで言ってくださいね。それぞれね、うん、教えてください。楽しみにしますから待ってます以上、民族大事件でした。チャンネル登録はこちらをポチ、評価もぜひ。ツイッター、インスタグラムもやってますので概要欄からフォローお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ、 See you next time.